こんにちは、今回は雷のボスから取れるアチーブです。こちらにワープします。ちなみにこのワープは地下にあります。西側の下の洞窟から入れます。まず序盤にキラキラを設置します。これは破壊しないで、もう一つが出るのを待ちます。数十秒くらいですかね。二つ出たら、真ん中あたりで待ちます。ダメージを受けます。これにてアチーブゲットです。想定内の。ご視聴ありがとうございました。